あいつこんなこと言ってました。リターンズ。はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことなどを作ってもらう企画です。ラジオね、誰だろうね、これダニエル・ラドクリフの童貞を奪った女ってね、7歳年上のね、奪われたんですね。誰だろうな、関係者ですかね。ねえ、映画関係者、あれじゃない、うん、モニカ・ルインスキーなんでまたクリントンのラジオネームゴモラ。有吉さん、アメーバブログのランキングが大変なことになっています。3位モモ、2位杉浦太陽、1位木下ゆきな、殿堂入り市川海老蔵。おい海老蔵、殿堂に入ってんじゃねえ。クソしょうもねえことばっか書いて、何が殿堂入りだバカ野郎。ネットをやめて日記をつけろ。すごい、モモ、杉浦太陽、木下ゆきな、だからアメーバブログのランキングっていうのはまた世間のその、はい、なんかいろんなランキングとはまた別物です ね、 ですね、全くのね、なんか面白いわ、あげとこう。ラジオのハイスピ、はい、有吉さん、小森純の二番煎じ系女子こと今井花のビッチ野郎が自身初のパーソナルブックIt's Girl の発売記念イベントで最近のギャル雑誌の休刊についてこのように語っていました。なんとも思ってませんし、ギャルはいなくなってない、正統派お姉さん系、強めのギャルとか細分化されることによって皆さんがいなくなったと思っただけで、渋谷に行けばまだ全然いる。ごちゃごちゃうるせえよブス。俺はな、そんな日焼けして厚化粧してるやつが大嫌いなんだよ。大体何なんだお前のパーソナルブックのタイトル It's Girl って。何てめえがギャルの最善ですみて、最善ですみたい、最前線ですみたいなニュアンス出してんだよ。そもそもお前今回の It Girl って英語で書けるのか。書けないよな。だったら今すぐお前は近くの通信高校に行け。 PS、 正統派お姉さん系、強めのギャルだけじゃねえぞ、俺が大好きなロリ系を忘れるな。出直してこい。ロリ系ギャルが好きなだけでしょ、この人。ギャルね、ギャル、はい、ギャル、黒ギャル。ああ、今あんまりあれなんですかね、その昔 ね、一頃ね、ヤマンバみたいな、ヤマンバみたいなありましたけどね、ヤマンバとちょっと一線交えたいもんですね。そうなんですか。ラジオネーム黒電話、はい、有吉さん、焼きゴリラこと肉食系ブス代表リリコの野郎がゴジラ女子会トークショーという無理やり女子会つけた感丸出しの映画ゴジラのイベントでわけのわからないことを言ってやがりました。ゴジラはイケメン、ここまで一人ぼっちだったらゴジラと付き合いたい。うるせえ、勝手にしろ。東宝に直談判してゴジラ対ゴリラウーマンでも撮影してもらえ。あれ待てよ、過去にすげえブスだけど超エロい女にハマっていた有吉さん、リリコもチンポ食いちぎっちゃいそうなぐらいエロそうだな。しかも大好きな外国の血も入ってる。おい有吉、これってお前の好みのタイプど真ん中じゃねえか。今がチャンスだ。リリコとならゲスナーのみんなも祝福してくれるぞ。おめでとう有吉、幸せにしてやれよこのブス戦が。いい加減にしろ本当に。ブス戦何の話だっけな、うん、そうか、超ブスだけど、うん、超エロい女と遊んでたっていう話だ。ああ、この間言ってた。この間じゃない、もっと前に言ってたんですか。はい、僕がね、すっげえブスで、うん、もう、うん、あれそれ下北沢、その超ブスで超エロい、うん、エロい女と歩いてったのを、うん、友達に発見されて、うん、有吉さん超ブスと歩いてます。恥ずかしい。それは恥ずかしいですね。あったんですよ。そんなことがあったんですね。はい、ラジオネームワギナマイク。有吉さん、映画にしか出ないことで自分にプレミア感を出そうと必死な金城武史みたいなやつこと浅野忠信さんが二階堂ふみさんとの大胆なベッドシーンも披露した映画私の男の舞台挨拶にて、濡れ場シーンは興奮しないのかという質問に対してこんなことを言ってやがりました。友達にもよく聞かれるんですけど、仕事の時は意外とないんですよ、男はそういうとこ気になりますよね。おい浅野忠信、これほんまか。ほんまは感じてたんとちゃう。勃起ぐらいしてへん？え？勃起してへんの？
ほんまか。じゃあちょっとパンツの中確認させてもらうで。おい、これ立っとるやないかい。で濡れとるやないかい。かっこつけてんじゃねえぞ変態野郎。やばいな、ついに僕の天下の宝刀が、ね、濡れとるやないか、濡れとるやないかいが出てまいりました。最低の人間です。いやいや、だからね、女性の股間触って濡れとるやないか。触ってないっすから、ほんとね。うん、俺も思い出したんですよ、あれ。俺ね、MC してて、うん、AV 男優の人が、うん、ちょっと触ってみてって言ったら、音がしたんですよ、うん。だからそれで俺が濡れとるやないかいって言って。違う、山崎さん触ってた。触ってない、ね。俺見たもん。見てないよ。見たんだ。あれはでも本当でしょ、白尾のようやわ。言ってないって、だから。言ってないって。じゃあもう肌が白くて、うん、もう痩せてってね、スレンダーで、はいはい、白い肌の、しっとりした白い肌の風俗嬢の人がいたら、はい、なんて言うじゃん。白尾のようやわ。ほら、言うじゃん。誘導じゃないですか。いや、誘導じゃない。なんかいろいろあるじゃん。肌白いね、とか。あ、まあ、確かに、ね。綺麗だねとか、うん、あるでしょ。でも山崎さんなんて白尾のようやわ。いやいや、言わしとんじゃん。最初ね、ぬるぬるメンバー。もはや化け物と化している板野友美さんが、インタビューの答えに、今は音楽に集中したいですが、いずれは演技も本格的にやってみたいです。特にラブストーリーとかがやってみたくて、その理由はそれが一番役の気持ちを理解できそうだから。医者や弁護士とかはやったことないので演じるのが難しそうじゃないですか。かっこ笑い。いろいろ言ってやろうとは思ったんですが、メールを書いているうちに一言だけで良くなりました。頑張ってください。確かに。どうしようかな。ラジオネーム、カリーポッター、うん。有吉さん、浜崎あゆみのアナルにちぎられた金魚の糞でおなじみ、内山マロのクソダンサー崩れ野郎が、メッセンジャー&なるみの大阪ワイドショーに出演し、バックダンサー時代の給料について、メッセンジャー黒田さんから質問されると、僕は日本トップ3に入るぐらいもらっていたと思う。と、高給取りだったことを認めたらしいです。おい、のっちダンスを始めろ。ダンス儲かるみたいだぞ。トライアスロンなんてやってる場合じゃねえだろ。トレーニングとか大会参加費に金使って寿命を縮めてるだけだぞ。あの浜崎あゆみのストラップみたいなもんだったチャラチャラ野郎でも稼げたみたいだから、お前のトライアスロンで鍛えた筋肉使えばすぐだろ。あ、でも待てよ。オバマみたいに顔を黒塗りにして陽気でダンスもできるただのウィル・スミスじゃねえか。ダメだ、すでに被るタレントいたらごめん。まあとにかく頑張れよ、のっち。ラジオネーム赤色ピンク、うん、有吉さん、実は米アメリカ米と書いてね、うんうん、米の鬼と書くベッキーさんが今一番嫌いな芸能人は誰ですかと質問された際、こんなことを言ってやがりそうな気がしました。そう、ベッキー、うん、一番嫌いな人、嫌いな人ってどっからが嫌いな人になるんでしょう。なんかうまく話しかけられないかなーとか、ちょっと怖いなーみたいな人ならいっぱいいますけど、嫌いって思うような人は一人もいませんし、それはこれからも変わらないと思います。芸能界ってみんなが思ってるより、とってもいい人ばっかりですよ。うるせえ、花べちゃん。お前のお花畑みてえな、ふわふわしたことばっかり言いやがるから、頭痛と胸焼けが止まんねえわ。私の心の中は優しさとぬくもりしかありません、みてえなことを言いながら、心を鳥に例えて飛び回る杉田薫を遠回しにディスってくれてんじゃねえか。そんな無駄口叩いてる暇あったらな、ロンハで新しく出てきた期待のハーフタレントの靴でも隠して芸能界の怖さ今のうちに叩き込んでやれ。さもないとまたローラとか、シェリーとかアグネスちゃんとかにお前の大事な仕事を根こそぎ持っていかれるぞ。お前の剥がれてかけてる化けの皮から汚い海が溢れ出してな、妖怪鬼ベッキーに変身する前に急いでやらないと手遅れになって第二の浅香光代になりかねないぞ。そんなこんなでお前の悪口いっぱい言わせてもらったけど、一つだけはっきり分かることがある。ベッキー、今回勝手なことばかり言って話を進めてしまったけど、君は一つも悪くないから安心してね。じゃあおやすみ。もう分かんない。